チェンジの時ガンサバイバーストーリーおはようございます八木咲です今日からスタートしました新番組チェンジの時ガンサバイバーストーリーガンは日本人の二人に一人がかかると言われる身近な病気ですこの番組ではガンと戦う皆さんとともに今と未来について考えます がんと向き合う中で気持ちを前向きに変えることができた瞬間チェンジの時についてお話を伺いますこの番組は小野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りいたします今日からスタートしました新番組チェンジの時がんサバイバーストーリー案内役のヤギサキです 私の身近にもがんと向き合いながらも前向きに日常生活を送る友人がいます彼女は3年前に乳がんを患いましたがこの春念願だった赤ちゃんが生まれます私もすごく楽しみにしていますこのようにがんサバイバーの皆さんにも当たり前ですが家族が職場がそして日常がありますどのような心持ちでがんと共に生きていらっしゃるのか 前向きに生きるヒントをいただきましょうそれでは早速番組初回のゲストの方をご紹介したいと思いますタレントの八方美希さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします八方美希ですよろしくお願いしますオンザマユの短い前髪と <laughs> オンザマで パッカーンと眉毛が出ております<笑><笑>、ね、そして赤い口紅が印象的なとても綺麗な女性ですけれども、はい、改めまして八方美希さんなんですが現在27歳元 SKE48 チームの S のメンバーでリーダーを務めていらっしゃいますが、はい、2018年に乳がんのために左乳房全摘出とリンパ節切除の手術を受けていたことを公表されました。 その後お仕事に復帰されて現在も活躍を続けていらっしゃいますはい今日の体調はいいですか今日も朝からカレーとトースト焼いて食べてきました<お>う <laughs> もう元気いっぱいですね元気です <laughs> よろしくお願いしますお願いしますまあ早速なんですけれども、はい、2018年がんを公表されましたが、はい、がんってあることを知ったのは何歳でどんなきっかけだったんでしょうかがんになったって知ったのは25歳の時ですねはい で本当に些細なきっかけでセルフチェックをまずしてみようでしこりを見つけて、まあ、左の方にがんがあったっていうのが分かったのがきっかけで今も治療をしています25歳で,でも自分でチェックしてこれががんだっていうふうに分かるのが今でもあんまり一般的でもないと思うんですけれども、はいそうですね、一番初めはまずその20代で乳がんにはならないんじゃないかなっていうのをどこか勝手に 決めつけていたのでまあそのうち治るんじゃないのかなだったり、まあ、そんなに考えなくてもいいのかなって思っていたんですけどやっぱりしこりが本当に硬くて<ー>これはちょっと変だなっていうことで病院に行ったのが始まりででもそれから自分がいろんな検査をして診断で乳がんですって言われた時はそのなんでなんだろうその心も体も結構元気なのにでもがんなんだ自分はっていうのがすごく 驚きました、うん、それはどのようにその受け入れると言いますか、はい、自分でで納得したんですかやっぱりもうなったからには治すしかないな治せるものであればちゃんと治療をしていかなきゃいけないのかなっていうのを、まあ、すぐ切り替えて、はい、でそれも最初はやっぱ病気になるって仕事もできなくなるのかなだったり今までやっていた普通の生活っていうのが全て も変わっっってててしまうのかなって思ってたんですけいろいろと先生とお話をしていくうちに治療しながらお仕事をしてる方も中にはいるっていうのが、まあ、自分の中ではすごい明るい考えにだんだん変わってきてだったら治療を、まあ、無理ない範囲で仕事も続けていこうっていうのが明るくこう前向ききになれたきっかかけですああそうですすそう非常に前向きな今お話をいただきましたけれども、うん、最初の最初からも前向きになれましたか いやがんイコール死んじゃう病気っていうのがすごくあったのでやっぱり自分も乳がんって言われた時にあもう30代まで生きれないのかなっていうのは全然知識もなかったので、うん、やっぱ考えてすごくマイナスに思ってました。そうですよね、うん、ただ今も 2>, 2人に1人ががんを患う時代っていうふうに言われてますけれども、はい、もはや不治の病ではなくっていうう病気に変わりりつつありますよねそうなので,、ね、<ー>で自分も最初そのしこりが見つかった時ステージ1って言われたのでまだ初期の段階なのかなって思っていたんですけどその後の手術の結果を見てみたらステージ3の A だったんですよ。なな、はい、なので、まあ、状況的ににはそんなに良くない 進行具合だったんですけど、まあでも今全然そのステージがどうこうっていうよりかは自分がどう生きるかっていうので、全然また捉え方違うなと思いながら。ああそうですか。うん、でも当初のその言われた時の心境を振り返っていただいて、はい、まあ家族に伝える時の心境とか、はい、そのあたりはいかがでしたか？私家族はあのギリギリまで母親には言っていなくて。はい 多分がんかもしれませんね」って言われた時に初めて母にその入腺外科に行ってることも伝えたりももしかししししかかたたらかもしれないいっていう話をしましたやっぱりすすぐにには言いにくかかったですかやっぱ心配かけたくないなってすごく思ったので「大丈夫ですよ」っていうことを言われるかもしれないと思ったので、うん、まあそれを期待してたんですけど。 まあでもこれが悪い結果だったらやっぱりお母さんにはちゃんと言わなきゃなと思って実はっていう話をしましまたね、うん、でも私の母の場合はすごくそれを聞いた時も本当に普通の対応で逆にがんだっていうのも告白したとか母に伝えた時ももうすぐにじゃあどの病院 私あの今名古屋にいるので愛知県内で近いそのがんの治療ができる病院はどこかっていうのを探してくれていたり後々抗がん剤治療をするってなった時は一体どれぐらいかかるのかっていうのも母がもう事前にいろいろと。 調べててくれてましたうん、まあ、心の中ではいろんな思いがあると思うんですけれども、うん、こう前向きに建設的にとにかく直す方向に2人が向いたっていうのは今考えたらやっぱり良かったですよね。はい、そうですね、うん、同じ方向にやっぱ向にけてたっていうのはすごく良かかったというか、まあ、母がいてくれてすごい自分も支えられたなっていうのはあります。 そうですねがんをもし今もし宣告された方で家族にどう伝えようか悩んでらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うんはい、どうですか何かアドバイスというか今振り返っっっってててみてこれがが良かたたないいうのがあったらお願いします、はい、その人によってはやっぱり家族にも言いにくいなっていう方がいたり、まあ、やっぱ仕事しててあとは友達がいてっていう方も誰に言って やっぱ言わない方がいいのかなってあると思うんですけど多分自分の中のタイミングできっと今なら言える今なら伝えることができるっていう瞬間があるので私はそれがあってその時にお話をしたので、うん、その瞬間っていうものを皆さんの中であここだって時に話すっていうのを見つけたらきっと大丈夫なんじゃないかなと思っております。うん 山田さんの言葉からもそして表情からも,、はい、もうすごく前向きなエネルギーがみなぎってるんですけれども<笑><笑>その心持ちの何ていうかひ秘訣、はい、ヒントみたいな何ですかどう,いうふうどうしたらそうなれるのかっていう。やっぱ病気を経験してそのもしかしたら死ぬんじゃないのかな、うん、その自分不死身なのかなと思っていたので。うん、おそうですよ、ね、<laughs> ですねもポカンになって そうじゃなくなってしまうそのやっぱ人生ってどうなるか分からないってした時に、うん、やっぱり一回一回のもしかしたら関係ない瞬間かもしれないけどそういうのも大切な時と思って生きよううっってていうには思ってます、うん、そうですね、はい、じゃあがんを患って良、まあ、かったことって言ったら変な聞き方かもしれませんけれども、うん、いかがですかでもがんになって出会って良かったなって思う人が たくさんいるので、はい、多分なってなかったら出会ってない出会いがこのま病気になって2年ちょっとの間ですごく増えたので、うん、その出会いはもうすごく大切な存在になってます、はい、がんになる前からそんなに前向きなんですか意外と多分病気になったから前向きに <laughs> なりました。より。ああ、そうですか。もともと前向きなのかなって思いが、思われがちなんですけど。すごいな、中身ネガティブだったので。うん、それが今はもうネガティブって考えても、もうポジティブに考えるしかないだろうっていう瞬間しかないので。癌になって、じゃ、変わったことって言われると、そのポジティブになったことと。と、あとは。そうですね。 髪髪質髪質とかかですかね髪質変わそのやっぱ治療によっては人によって抗がん剤治療であったり他のいろんな治療をすることによってやっぱ体質とかいろいろ変わってくるので、うん、自分の場合は今ホルモンの治療もその乳がんでやっているので、はい、やっぱ昔よりも髪の毛が少なくなったのと線が細くなってしまった、うん、そういうのはすごく感じます。すごく綺麗な黒髪でロングで 巻いてらっしゃいますけれども、そう今日はでも実はこれエクステをつけていまして、本当はもっとショートヘアなんですよ。ねあの映像によってすごくショートだったり <laughs> 急にロングになったりするからどれがどうなんだろうと思ってたんですよ。君は飽き性だねって言われます。いろいろまあ楽しめていい、そうですね。変化を楽しんでます。そういうことですよね。本当にいろいろとお話伺ってきたんですけれども、はい、具体的にどんな治療を受けられましたか？私はですね、その病気を 病気が分かってその後に手術をして左の胸と左のリンパ節の切除その後に病理検査の結果を受けて抗がん剤治療放射線治療で今ホルモンの治療をずっっと行ってます、はい、当時、まあ、2年前に抗がん剤治療をしていた時はやっぱりその治療の日から23日は ぐったりしてしまう日だったりご飯があんま食べれないなっていう時があったんですけどもう今はそんなに大きな変動はなくやってますただ、うん、そのやっぱホルモンってすごく何ですかね身長,身長というかこんなに変わるんだっていうことがすごく多くてやっぱ体,調体温調節、はい であったりがそのなかなか自分では分からないできないものなのでそれがすごいこの病気になって調整が効かないというかコントロールできななくくてててすすごく大変だなっていつも感じてますで急にあの暖房の部屋にいたら1人だけサウナの中にいるぐらい暑くなって汗かいてしまったりとか、うん、特にあの電車移動とかもすごい冬だと暖房がかかってる時があるので,そ,で、ね、それだともう汗が もう額からボタ,ボタ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 落ちてしまったりうそうですかそれでも働く決心をされて今も前向きに活動をされてらっしゃいますけれども、はい、あの職場の皆さんに知っておいてほしいことって何かありますかうん、うん、そうですねやっぱり人によってはできるできないっていうのはあると思うんですけど大抵の方が仕事に復帰されたり仕事やりたいっていうのはやっぱりすごく 今までの自分通りの生活がしたいって思っている方だと思うのでただ病気をされて病気を体験して以前とはやっぱできないことも生まれてくると思うのでその辺をちゃんとこう話し合ってどういうところでじゃ助けがいるのかだったり、うん、じゃどういうところで今までと変わらないことができるのかっていうそういう話し合いがすごく大事だなって私は 思いましたなんで自分の場合はちゃんとできるできないを人に伝えるっていうのは癖づけるようにしましたなるほど、はい、今日はこの15分という短い番組の中でできるだけいろんな話を伺おうということだったんですけれども、はい、まだまだ聞き足りませんのでまた来週お越しいただけたらと思いますよろしくお願いしますありがとうございますそれでは八方さんには次回もお付き合いいただきたいと思いますではまたよろしくお願いいたします八方美希さんでした お送りしてきました「チェンジの時」ガンサバイバーストーリー。番組では皆さんからのご意見や感想をお待ちしています。メールアドレスは「チェンジ」c h a n g e アットマーク a b c 一〇〇八ドットコムです。お名前、職業、年齢を忘れずに書いてお送りください。また今日のトークの様子は。 LINE ラ,ライブ公式アカウント、そして ABC 公式 YouTube で動画配信しています。こちらもぜひご覧ください。チェンジの時、がんサバイバーストーリー。来週もタレントの矢方美希さんをゲストにお迎えしてお送りします。お相手は柳崎でした。この番組は小野薬品工業と日本対がん協会の提供でお送りしました。